里の藤久氏は、群馬県北群馬郡吉岡町出身で、伊勢ヶ浜部屋所属の現役大相撲力士。本名は、松岡久氏。身長 170.0cm、体重 108.9kg、血液型は B 型。最高位は、東幕下55枚目。2013年1月場所から2018年1月場所まで、弓取式を担当していた。 また、2021年9月場所2日目からは、負傷した担当力士の代役として再び弓取式を務めている。前橋商業高校時代は、柔道部の所属で柔道の有段者である。味川部屋の群馬公園会関係者から大相撲へ、スカウトが来たため、自分の力を試そうと味川部屋に入門、1996年1月場所で初土俵を踏んだ。 四込名は、部屋の名前から一時取った、安里氏富士。同期入門者の中には、土地の名だ海宝、氏、吉あ妻、増津吉らがいる。初土俵から一年余り、1997年、9月場所で三段目に昇格するが、怪我も重なって、序二段へ、たびたび落ちるなど、出世は遅れた。 2005年9月場所で幕下に昇進するも、幕下在位は現在まででこの1場所だけとなっている。2008年3月場所から里の富士に仕込を改める。年齢的なこともあり、一時は引退も考えたことがあるが、2012年5月場所では、女2段の優勝決定戦に初めて進出するなど、30代後半以降でも、好成績を残した場所がある。 平野の弟,弟弟子の春馬富士が2012年9月場所後に横綱になり、伊勢ヶ浜部屋から弓取力士を出すことになったため、2012年の秋、巡業より弓取式を担当することになった。2013年1月場所からは本場所の弓取式も担当し、春馬富士が引退した次の場所の2018年1月場所まで務めた。2021年9月場所では、 本来の弓取り担当者である小豊高が負傷したため二日目から弓取り式の代役を行っており弓取り力士の最高齢記録を更新したこの登板に本人は年も年なので見せられる体ではないけど何とかやっていますと笑った2021年9月場所終了現在ありがとうございます